皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今回は低周波制限発信回路という題でお送りしたいと思います。回路の書き方から始めて実際にシミュレーションするまでをやってみたいというように考えています。そしてその続きとして実際に作って確認したいと思います。実際に書く回路はこちらの回路です。いつものようにですね、 JRC さんのオピアンプ集から選ばせていただきました。今回ですね、部品点数ちょっと多いですよね。そしてですね、これをシミュレーションして説明するのもちょっと難しいんですよね。以前に取り上げましたオピアンプを使った低周波発信回路という動画がありましたけども、その時はですね、発信波形は矩形波でしたね。今回はですね、同じように低周波発信回路なんですけども、制限波発信回路になるわけです。それでは早速ですね、回路図を書き始めるところからやってみたいと思います。今回のオピアンプはですね、ユニバーサルオピアンプ 3A を使いたいと思います。こちらからここにですね、オピアンプと入れるわけですね。そうしますと、このように出てくるんですけども、使うのはこれではないですね。ちょっとこの右によりますと、ここにオピアンプ、ここにユニバーサルオピアンプ 3A というのが出てくるわけですね。それをこのように2個置きます。次にコンデンサーですね。このようにしてコントロール R で回転させて、それらしいところにこう置くわけですね。そしてもう一度回転させて、そしてキャンセル。次は抵抗ですよね。これもコントロール R で回転させて、こんなように置くわけですね。次はダイオードですね。こちらのダイオードのマークをクリックして、そしてまたコントロール R で方向を変えて、もう一度コントロール R で方向を変えて、このように置きます。それではちょっとこの位置をですね、調整しまして、こちらのワイヤーを選択して配線を始めます。そしてこのようにずれたものはですね、この握る手で掴んで線の上に乗せるとうまく乗ります。次にグランドのマーク、これですね、これを置きます。ここですね、そしてここ、そしてここですよね。足りない配線を追加します。このように配線を間違えているところはこのように書き足していって、ハサミのマークで切るというようなことをすればいいわけですね。そしてここの形を整えたいときは、やはりこの握った手でこのように選んで、こうやって下げてくれば形が整うわけですね。次に乗数を入れます。メガの単位はこのようにメグと書きます。これをコピーしまして、これも下も同じ値ですよね。そしてここが、そしてダイオードのところ、線忘れてましたね。このようにつなげます。そして部品はですね、右クリックしまして、ピックニューダイオード、これを選びましてね、チェナーダイオードを選ぶわけですね。このタイプでソートしまして、チェナーっていうところの回路図にはですね、チェナーダイオードの特性書いていませんけども、ここはですね、当てずっぽでこれを選びたいと思います。ブレイクダウン電圧が 4.5V というように書かれていますけども、型番は 6.8 になっているようですね。このようになります。チェナーダイオードを選択しますと、形状がですね、チェナーダイオードの形状に変わりますね。こちらも同じようにします。ちょっとしたコツなんですけども、このように一個一個選ぶよりはですね、最初に置いてあったダイオードを削除して、そしてコントロール C でこれをコピーして回転させておく方がですね、ずっと早かったりします。次に電源のシンボルを入れたいと思います。配線でこのように電源を少し長くしまして、こちらのネットラベルを生成するボタンを押して、ここにですね、 VCC というふうに書きましょう。プラスの電源ですね。次に VSS ですね。マイナスの電源ですね。あとはですね、ちょっと気になったところをこのようにですね、うまく調整して、これで回路図としては出来上がったわけですね。そうそう、忘れてました。ここにですね、出力の信号を書かなきゃいけないですよね。やはりこちらからサイン信号の出力、そして
コサイン信号の出力ですね。少し位置を変えまして、ここに電源も必要ですよね。まあ、電源はキーボード V を押せばですね、このように出てきます。まあ、そして回転させて、このように置いて、1本線で串刺しにした後、真ん中にグラウンドを置きまして、このシンボルをコピーしていきましょうね。電源。そしてマイナスの電源ですね。まあ、そして全体バランスよく置きますとね、このような感じになりますね。まあ、電源の電圧は 12V とします。まあ、とりあえずこれでシミュレーションしてみましょうね。右クリックをしてこちらのメニューからトランジェントで20秒トランジェント解析します。まあ、なぜ20秒かと言いますと、この制限波発信回路の周波数がドキュメントには 1Hz というふうに書かれているからですね。ですから20サイクル分ぐらいが表示されることを期待しているわけですね。まあ、期待値としては 1Hz のサイン波形とコサイン波形が出力されるというように考えているわけですね。シミュレーションしてこのように黒いウィンドウが出ましたら、こちらの回路図からペンで信号を選ぶわけですね。まあ、20秒確かにシミュレーションしていますけど、全く期待値とは違う波形が出ていますね。正しく発信をしていないわけです。まあ、これは前回もそうでしたね。刺激をちゃんと加えないと発信のきっかけがないっていうような、まあ、そんな話なんですけども、その刺激を与える場所をですね、ここの線にしてみたいと思います。このリミットという名前のシンボルをこの線に与えます。まあ、そしてこちらからスパイスのコマンドをこのように置きます。まあ、このコマンドはですね、ドット IC コマンドと言いまして、今ここのシンボルの電圧、ここですね、この電圧をですね 0.1V を最初としてシミュレーションを実行しましょうということなんですね。まあ、そしてここのラインが 0.1V からこの全体の回路のバランス点を計算しますから、まあ、ほんの少しずれた位置からシミュレーションすることになるわけですよね。シミュレーションを実行します。まあ、このようにですね、ちゃんと発信波形が出てきたわけですね。まあ、前回もそうだったんですが、今回はさらに激しくですね、期待値とかなり違ったように見えますよね。まあ、確かにサインとかコサインのような波形に見えてますけども、上は潰れていますし、何か振幅大きく差がありますよね。まあ、グラフで1周期の時間を見ましても、まあ、1.7 秒ということで1秒より随分長くなってますよね。まあ、それでは周波数を正確に測るためのミーズコマンドを置いてみたいと思います。まあ、コマンドはこのように書きます。このミーズコマンドの意味は、まず P1 という変数に時間を見つけてきますというように定義しています。どのような時間かと言いますと、この V サイン、こちらですね、こちらの電圧が 0V になるところを8秒から以降で、立ち上がりで変化するところを求めますというように記述しているわけですね。まあ、それはここの8秒のところからですね、このサイン、茶色の信号を追いかけていきまして、このようにしていって0を立ち上がりでクロスするところ、まあ、ここになるわけですね。この時間を見つけてきますというふうにしているわけです。そして次の行はですね、 P2 としまして、同じく8秒後から立ち上がりの2回目ということで、ここから出発して2回目ということはここになるわけですね。こちらが最初の1回目ですから、こちらが2回目ということになるわけですね。そしてこの時間を P2 に見つけてきます。まあ、そしてこの P2 から P1 を引いた逆数が周波数になるわけです。まあ、それではシミュレーションしてログから結果を見てみたいと思います。まあ、答えはこのようにですね、 0.58Hz というようになっていましたね。まあ、1Hz ではないということがこれでよくわかります。
まあ、どうして 1Hz じゃないか、まあ、それはですね、ここの R や C の乗数が間違えているからなんですね。まあ、今回はですね、なかなか手強い修正になりそうですね。さあ始めようでは、主に LT スパイスの使い方をご説明しています。まあ、今回はですね、トランジェント解析と AC 解析の使い方、その関係をですね、簡単に説明してみたいと思います。まあ、こちらの回路、このリミットという信号のところで切り離して、まあ、このようにですね、一直線上に並べたとします。この R3 とダイオードはとりあえずなくして、このリミットからコサインの出力までをこちらに書きました。まあ、そしてトランジェント解析で10秒やってみたいと思います。入力にはですね、このように 0.5Hz の 1V の信号を入れました。まあ、なぜ 0.5Hz かというと、まあ、こちらの発信がですね、ほぼ 0.5Hz だったからですね。まあ、それではシミュレーションしてみたいと思います。まあ、結果はこのようになりまして、一番下にこのインの信号、そして次にこちらのサインの信号で、一番上にですね、コサインの信号というように置きました。まあ、コサインの信号はですね、マイナス 2.6V 下側にオフセットしていましたので、まあ、振幅が見やすいようにですね、2.6V 加えた形でこのようにプロットしています。この時ですね、波形の山の位置に注目してください。まあ、こちらの入力の山の位置とこちらのコサインの山の位置が一致しているのがわかると思います。まあ、こちらの回路、こちらの入力からですね、サインのところではこのように遅れるわけですね。そしてコサインのところではですね、さらにこのサインの位置からここのですね、コサインの位置まで遅れるんですが、その遅れが位置巡回しているので、ちょうど下の山と上の山が一致しているんですよね。まあ、それはこちらのですね、一番最初の出だしを見てもらってもわかると思います。入力の振幅が大きくなり始めた頃、遅れてこのサインの振幅も大きくなるわけですね。そしてその時はですね、コサインの振幅は逆方向に行っていて、まあ、サインの振幅と同じような位置に来るまで、このようにですね、この位置まで来ますと下の山と一致しているわけですね。まあ、このようにしておいて、最初の回路にあったように、ここの位置からこちらの入力まで配線を戻してあげますと、まあ、ぐるぐるとこのサイクルで発信をするわけです。そのことを AC 解析で見てみたいと思います。 AC 解析ではですね、このように AC 解析のタイプを選びます。まあ、ここではディケードというふうにします。そして1ディケードを何分割するかということを書きまして、スタート周波数、エンド周波数というように書きます。まあ、そしてこのトランジェントの解析をコメントにするわけですね。プロットファイルを準備してありますので、グラフを一旦消してもう一度シミュレーションします。まあ、そうしますとですね、このように出てくるわけですね。トランジェント解析とこの AC 解析、まあ、どのように関連があるのかということを、さっきのトランジェント解析のグラフを同時に表示して一緒に並べて見てみたいと思います。トランジェント解析ではこのように表現されて、 AC 解析ではこのように表現されているわけですね。まあ、そして信号、このサインはですね、この信号になるわけですね。そしてコサインはですね、こちらの信号になるわけです。まあ、それ以外にですね、 AC 解析ではちょっと中間的な信号もここに置いてみました。 AC 解析では横方向は周波数です。トランジェント解析でいうところのこの山のサイクル、周波数ですね、これが長くなったり短くなったりというのがこちらの横軸になります。ゆっくりの振幅になり、周波数が高くなると速い振幅になるわけですね。今こちらは 0.5Hz というピンポイントの周波数なんですね。それはこちらで言いますと、この位置に当たります。まあ、この位置の周波数でトランジェント解析がされたわけですね。
まあ、そして AC 解析はですね、こちらの右側に位相角というのが出ています。まあ、そしてこちらのコサインの信号、この 500Hz のところで、こちらの振幅というのはこの山の大きさですね。この山の大きさから位相角に変えたいと思います。こちらの位相角ですね、カーソルをこちらに変えるためにはこのボタンを押します。そうするとこのように移動するわけですね。位相角ほぼ0の位置が 532Hz だということが分かりますよね。まあ、それはこのトランジェント解析でどういうことかというと、この入力信号の例えば山の位置がコサインの出力の山の位置と一致しているということなんですね。差が0ということです。あるいは谷と谷も差が0で一致しているということですよね。まあ、AC 解析の時は入力の信号はこの信号源の中です。まあ、ですからあえてここには表記していないわけですね。まあ、トランジェント解析ではこのようにあえてグラフ化しましたけども、こちらではあえてグラフ化していないわけです。そしてこの AC 解析のサインの方を見てみたいと思います。まあ、サインの方もですね、同じく位相にカーソルを合わせて同じところを見てみますと、こちらにマイナス89°というように出ています。まあ、マイナス90°というようなことですよね。まあ、それはこちらのトランジェントの解析で何を意味しているかというと、まあ、この下の入力の信号の山に対してこのサイン波形の山との間が1サイクルを360度として、まあ、90度分の時間差だというように言っているわけですね。こちらのサインの位相角は入力の信号より90度ずれていますよということなわけですね。まあ、そして今ですね、こちらの AC 解析の方は中間的な値をここに出しています。それは何かと言いますと、まあ、サインの電圧の位置から見てコサインの電圧の振幅と位相角というような見方で見ているわけです。まあ、それこちらのトランジェント解析で確認してみますとね、まあ、このサインの山から見てコサインの山まで、まあ、この位相角はですね、360度がこの1サイクル分になってますから、この位置はですね270度だというようなことになるわけですね。まあ、ところがですね、こちらを見ますと、まあ、このようにですね90度だというように言っているわけです。まあ、これがよくこんがらかる原因でもあるんですけども、これはですね90度というのはプラス方向の数値ですよね。今までずっとマイナス方向でマイナス90度なんて言ってきましたけども、マイナス方向というのは基準にして時間の経過した方、遅れる方向を言っているわけなんですけども、プラス90度というのはですね、時間が早まる方向、進んでいる方向に90度だと言っているわけです。まあ、それではこのカーソルをですね、この位置から90度進めたところにしてみたいと思います。そうするとこのような位置になりまして、確かに山と山なわけです。まあ、時間の進行は右側に進んでいるので、まあ、この信号の出力はここなわけですね。まあ、ですけども AC 解析ではですね、180度を超えるものは周期を反転して符号を反転して表示することがあるんですね。まあ、ですからここで90度というように出ていますけども、厳密にはですね270度なんですね。まあ、そういったポイントを経過して最終的にこのコサインの出力にはこの入力に対して360度時間過ぎた信号が出てくるということになるわけですね。まあ、その時の周波数が 0.5Hz なので 0.5Hz で発信するということになるわけです。そう考えますとね、この CR の乗数間違っているということがよくわかりますよね。 1Hz のところでカーソルで見てみますと、こちらのコサイン40度ほどずれていることになるわけですね。まあ、それはですね、このトランジェントでこの周波数を 1Hz にすると、この山と
この山がずれているということを意味しているわけです。今ここでですね、 1Hz に直してもう一度シミュレーションしてみたいと思います。このようにですね、トランジェントシミュレーションしました。ちょっとコサイン波形がですね、また別のオフセットになりましたので、この部分だけを拡大してみたいと思います。こんな感じですよね。そうしてこのようにですね、この入力の信号の山とコサインの出力の山を見ますと、これだけずれているわけですね。これがですね、 1Hz で考えた時の40度の時間ということになるわけです。並べて表示するとこのように 1Hz のところでは45度ずれています。それはトランジェント解析ではこのようにですね、入力のある点、この場合ピークですね、このピークの点から見て、この出力のピークの点が、これだけの時間遅れがあるということですね。その差はこちらの一周期を360度とした時、40度分の差というようにこちらの AC 解析は表示してくれているわけですね。少し解釈難しかったかもしれませんけども、これらを踏まえてこの後お兄ちゃんのキャラクターではですね、これを正しく 1Hz の発信回路に直していきたいというように思います。今日はここまで。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。